アナケナ。どうもレゴ好きのアナケナです。今回は以前7巻まで倒してクリアしたレゴ忍者号スカイバウンドに追加ステージがオープンしてたのでプレイしてみましょう。こっちの牢屋みたいな方ですね。ちなみにこの上の太陽の神殿みたいなのはまだロックがかかってるみたいですね。忍者装備は、無難に服と壁登りでいきますか。スカイバウンドは久々のプレイですね。多分腕が鈍ってることでしょう。最初にステージの全体を確認できますが、どんな感じかな。なるほど、敵がたくさん配置されてて難易度高そうなステージですね。難しそうだな。まずは刀なしにやつを倒しておきますか。倒すつもりが倒されました。じゃあまずは一人撃破。ここら辺のバグまだ改善されてませんね。後ろの方に星がありそうなので一つ目の星もゲット。では先に進みましょう。やつは踏んで倒すのが良さそうなので OK、 バッチリですね。基本は踏んで倒すのが効率いいですね。でもあんな風に踏めない場所にいる敵は無理せず別のルートから行きましょう。まずは素早く身を隠し敵の背中めがけて、はい失敗なぜ敵の目の前に行ってしまうかな。こんな時は一旦引いて踏むべし。しかも2人連続撃破できましたね。下に敵がうじゃうじゃいるので彼らは無視して先に進みましょう。なんとかチェックポイントまで来れましたね。ああいうのは結構強引に踏んでも倒せます。ここは一旦身を隠して隙を見てから後ろから撃破、さらにこっちも撃破と、すごい見られてる。ここは一旦退却しとこう。この子は踏んで倒して、あれは後ろから撃破できるかな。おお、あの角度で踏めましたね。今のはたまたま踏めましたね。ついでにステルスゲージが溜まったんで、この敵さんは必殺技で倒しておきましょう。さっきちらっと見えましたが、奥に星があったんでボーナスステージ終了後に回収ですね。なんかポッチの並びが V になってませんか。では必殺の電気ビリビリアタック。ついでに星もゲット。さあ先に進みましょう。まずは一人踏んでからの、ああまずいまずい、危ない。なんとかノーダメージで切り抜けました。ここにもチェックポイントありましたんで、ひとまず安心かなと。こっちの奥には何かあるのかな。特に何もないんですが、敵がみんな後ろ向いてると撃破したくなるでしょうが、一人しか撃破できてないし、くそ、リベンジで倒しますぞ。ていてい、オッケー。と
特に何もないのに寄り道してしまいました先を急ぎましょう。よしよし、今のはラッキーと一旦引いて後ろから撃破。後ろ取れるかな。あー失敗。ここは無理せず逃げましょう。うわ3人並んでる。これは何としても踏み倒したいですね。行け2人か。なんか最後の1人に苦戦してしまいましたね。敵さん2人いるのかな。後ろから行けるか。 OK 行けましたね。なんか下の方は仕掛けとか敵さんたくさんいますね。どうしようかなって行くしかないんですけどね。に星があったから行きたいんですが、敵が多すぎるな。落ちちゃった。上から大砲来てるから逃げて。どうってクリアか。最後はあれって感じでクリアしてしまいましたね。しかし追加ステージだけあって敵が多く難易度が高いステージでしたね。まあでもボスとかいなかったんでちょっと寂しい内容でしたが、それとあと一つもうすぐオープンのステージがあるので、またオープンしたらプレイしてみたいと思います。では今回は以上です。この動画が面白かったらグッドやコメントお待ちしてます。ご視聴ありがとうございました。アナケナでした。